三角のマンホールだと人がいやーってなっちゃうから学研オンエアチャンネル。どうしたら勉強できひんやんか。世界中にはいろんな一流企業があるんですよ。ありますね。 Google とかね、 Amazon とかね、そういう一流企業で出題された入社試験、入社試験、そう、これをちょっとね、吉原にチャレンジしてもらおうかなと。まあ私の脳みそ赤ちゃんなんで。そう、はい、それでは始めたいと思います。はい、マイクロソフト社。マイクロソフト、はい、あのビル・ゲイツさんが創始者の。はい、ではいきます。はい、問題です。マンホールの蓋が丸いのはなぜでしょう。え、四角くなくて丸いのはなぜでしょう。わかりました。あれですよ、三角のマンホールと四角のマンホールで、うん、いけないことを考えましょう。うん、三角のマンホールだと、うん、マンホールは水が噴き出すじゃないですか。おお、水が噴き出したら、うん、三角のマンホールだとこういう風に噴き出すじゃないですか。おお、したらわかんないですけど、なんか鋭いじゃないですか、ここが。うんうん、鋭いから多分水の勢いがやばいですよ。やばい。だから人が怪我をしちゃうかもしれない。なるほど。こっからブワーって噴き出したら、なるほど、ちょっと こうなっちゃうかもしれないじゃないですか。で、それちょっと全然わからんけど、それ人がちょっといやーってなっちゃうから、これはダメです。三角形は圧で、四角の場合は、はい、四角だとこうなってるじゃないですか。なんで、で、なんで四角のマンホールがあったらもう、うん、こういうことですよね。てか、ちょっと待って、マンホールって分かってるよな。下水につながるやつですよ。そう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 、はい、道路にあるあの蓋してあるやつで。知ってますよ。え、これは何。いや、これはだからスーって下に羊羹みたいな、うん、こう、わかりますか、蓋の話してる。蓋がこれだとします、うん、四角形だったら、うん、下に行けば、うん、下水道じゃないですか。そうや、そうや、うん、下水道ですよね。うん、だからこれ横から見たら、うん、こうなってるんです、食パンみたいな。うん、でもこういったら下水道なんですよ。そうやな、ですよね。うん、で、その今あれじゃないですか、うん、特定外来種みたいな、うん、いっぱいいるじゃないですか。うん、ヘビとかがいるんですよ。うん、こうやってああヘビとかを放しちゃった人たちがマンホール開けたら下にめっちゃおるヘビ。もう今すごいあれじゃないですか、アライグマとか。でもヘビとかも絶対いるんですよ。アライグマ、アライグマもそうですよ。そうなの。アライグマも今特定外来生物で、うん、だからもうそういう感じでもう捨てられたかわいそうなヘビたちがいっぱいいるんですよ。うん、したら四角だといっぱいあるじゃないですか、こういうなんか角みたいなのが。うん、だから進みやすいんですよ多分。うん、一回ここで休憩したりできるから。そしたらもうヘビが登ってきて、だ蓋を開けてヘビが登ってきて危ない。だからヘビが登ってきて人がまたわーってなるんですよ。ヘビがわーってきて人がギャーってなるんです。なるほど。で、丸だと何がいいかって言ったら、うん、ツルツルだから、うん、人だってそうじゃないですか、うん、登るときに、うん、ツルツルだと登れないですよね。うん、だから、うん、ヘビとかなんか大きい危ないやつらが、うん、登ってこれなくなるし、うん、しかも三角じゃないから水が噴き出しても、うん、なんか安全なんですよ。なるほど。もう人のことを考えて丸くしたんです。なるほど。はい、どうですか。全然違います。あ、じゃあちょっと解説したいと思います。はい、解説。丸っていうのはすごくバランスの取れた形で、はい、マンホールの蓋って重たいんですよね。はい、水が噴き出してきて逆流した時にも簡単に持ち上がらないように、はい、まあ、鉄を含めた重たい素材でできてます。ほう、うん。そのマンホールの蓋が下に落ちてしまったら危ないですよね。危ないですよ。うん、危ないですし、蓋が落ちることで穴が開いちゃうわけだから、はい、ね、人が落っこちちゃったら。やっぱでも人のためじゃないですか。うん、まあそうやけど、はい、でも人のためだけじゃなくて、うん、単純です。マンホールの蓋が例えば斜めにしても、はい、うん、下に落ちないように丸くなってます。だって四角かったらさ、開けてさ、はい、斜めにして入れたらストンと落ちちゃうやんか。え？なんでですか？こんな感じで正方形の蓋だとしようよ。はい、そうしようよ。はい、ね、この土台なんね、はい、でこれ開けるやん、こうピッて開けるやん、はいはい、でこれ斜めにしたら入るやん。入りますね。うん、落ちちゃうやん、したら落ちますね。うん、丸だと本当だ。そろ、そのまま落ちることないですよ。ないよ。なるほど。そういうこと。まあ人のためって若干正解ですね。若干正解。マイクロソフトいける、よかった。